前回の動画を見た視聴者の皆様、前回の動画には2つのバージョンがあります。左側が使用前、右側が使用後になります。その間に手術がありました。でも安心してください、手術は成功しました。世界が誇る最先端のダヴィンチという手術ロボットと YouTube 動画エディターによって邪悪な記憶は消えてなくなりました。それでは始めましょう。氷回り配当生活に最適ハテナマニモチ放送生エリートの5段階評価をお送りします。ここで終わりになっていたと思います。そして利回りポートフォリオ借入金スポンサー株価について一通り見た後、総合評価をする前にこちらの表をご覧ください。こちらはマリモリートの実際の分配金からこれまで指摘した数々の問題を差し引いて実力相当の分配金を算定したものになります。邪悪な記憶がある方はこれを見てデトックスしてください。それでは行きましょう。2020年12月期一口当たりの分配金は3507円でした。利回りは 5.55% になります。これは前回の動画を収録した時点のものになります。一つ目指摘したのは LTV が高い。現状 48.6% がリートの標準では 40% 程度ではないかと、このように指摘しました。これによる分配金の下落は私の計算によれば263円ほど分配金が下がる可能性があると。そして固定金利の借り入れ、現状3割しか固定金利で借りていないと。これでは将来の金利上昇リスクにノーガード戦法を取っている。それをリートではごく標準的な 90% ということにしますと、分配金としてはおよそ3円程度下落するものだろうと思います。この中には変動金利を固定金利に変更するためのスワップの手数料、これがだいたい 0.2%、 それプラス金利が少し上昇します、この分3円ということになります。それから将来の金利上昇リスク、将来のことですのでわからないということになりますが、決していい影響はないと。利益超過分配金、これは一口に言って出資額の払い戻し、タコ足配当、誤解を恐れず今言いました。もし本当かと思った時には右上の方に何か出てきますので、こちらの動画を見てください。マリモリートの場合には現状410円になります。これが普通のリートでは0円と、私もですね、この410円を支払うことによって将来の成長の足かせにつながると。そしてポートフォリオになります。現在はレジが 45%、 商業が 45%、 悪くないポートフォリオを持っています。しかし今後はスポンサー企業が得意とするところ、シングル向けのレジデンスが増加していく可能性が高いと。そしてこともあろうに学生寮をポートフォリオに加えると。学生寮をポートフォリオに加えているのは私の知る限り一つのリートしかまだありません。しかも2つもと。分配金としては数字としては表せませんが、私の心の中の叫びとしてはもうやめちくれということになります。現実の分配金からこれらのものを全部差し引くと、実力相当の利回りとしては2831円の年間に直すと 4.56% になります。これでも高いんじゃないのっていうふうに思うかもしれませんけども、ポートフォリオの中身からすればもう一声欲しいかなと私は思います。特にシングル向けのレジというところについては現状もポートフォリオの中に入っていますので、こういったところはちょっと気になるかなと。これをもう少し例えてみるとですね、普段は飲んだくれのただの親父であっても、いざという時にはきちんと結果を出すと。これをマリモリートに当てはめてみると、実力相当としては分配金は半年で2831円、 4.56%、 利回りは上から数えると15番目というごく普通のリートになります。これに高い LTV、 利益超過分配金の支払い、変動金利での借り入れ、その分リスクは増えます。そして高いリスクの物件を取得しようとしている、もうやめちくれっていう感じになりますが、このようなお薬を飲んで、あるいはお薬を注射してかけっこをすると、なんと利回りがリート62銘柄あるいは61銘柄中2位になると。これがマリモリートの今の現状になります。ただしお薬を飲んだ分、
今後どのようになるか皆さんでお考えください。あくまでも将来の話になります。まあ、何もないかもしれませんよっていう話があるかもしれないし、ああやっぱりねーっていうことで何か起きた時に一番先に影響を受ける可能性もあります。ポートフォリオがレジに傾いている、シングル向けと学生寮をポートフォリオに入れようとしている、利益超過分配金が多いかな。私の考えではその金は物件を取得して分配金を増やしてほしいと、これが私の願いになります。近い将来景気が良くなって金利上昇が起きた場合には最も先に悪い影響を受けるリートになります。株価は目いっぱいのところまで上がっているんじゃないかなというのが私の見立てになります。逆に言えば利回りはフロアに近づいている。以上のことをまとめますと総合評価としてはやはり1ということになります。長期投資としては少し避けるべきかなというふうに私は考えております。でも少し2のところに色がついているというところも見逃せない。自由金融欄としては地方投資は素晴らしいと思います。地方投資は物件の購入価格が安く済んでその分利回りが高いと、まあ、このような傾向がありますので私はいいところに目をつけていると思います。しかしリートにとって標準的なリスク回避すらしていない。マネジメントレベルがひょっとしたら地方レベルになっているんじゃないかということで、そこは脱却してもらいたいと思います。マンション開発が得意なスポンサーゆえに自らマンション投資の落とし穴、ここにはまってしまう可能性があるということも指摘したいと思います。配当利回りはやっぱり高いというのは魅力だと思いますので、配当の確定前に買って配当の確定時期で売ると、あるいは両建てを行うと。両建ては必ずしも売り買い同数である必要はないと思います。相場が温まってるなと思えば買いの方をやや多くする、そういったことも可能だと思います。5年10年持っているのではなくて配当の確定日、これを境に短期勝負に出られたらよろしいのではないかと思います。一応簡単にご説明をしますと、皆さんこういうことは考えていますので必ずしもうまくいくとは限りません。私は別の方のブログでですね、ジャパンホテルリートで分配金目当てのために9月くらいに買って1月くらいに売ったら大損をしたと、こんな報告も聞いております。考え方だけ申し上げますと、分配金が確定する前後は高くなる可能性があります。分配金が確定するとその翌日から株価、投資口価格は急落すると、こういう傾向が見て取れます。したがって分配金が急落した時に買って、それから次の分配金が確定する時に売っていくと、まあ、こういうやり方があるかなと思います。分配金を確定させる後で売った方がいいか前で売った方がいいかというのはその時の判断になろうかと思います。あるいは分配金が確定した後価格が下がった時に、まあ、どこかで買って分配金の確定が近づくにつれて売りを立てておくということになります。こうすると価格が上がっても下がってもキャピタルゲインは固定されるということになります。そこで分配金を確定して両建てが解消されると。で、こういうやり方もないわけじゃないんですけれども、分配金の確定前後においては貸し株料が高くなる可能性があると、まあ、こういうことも指摘しておきますので、必ずしもこれでうまくいくとは限りませんということを申し上げておきます。つまり投資は自己責任でお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。